宮崎城は、古市中国新川郡宮崎に存在した、日本の城である。富山県の史跡に指定されている。富山城閣カードナンバーワン。別名、堺城。日向国の宮崎城と区別するため、越中宮崎城とも称される。城山の山頂から山腹にかけ、堀り切り、土塁などが残っている。 古中国、越後国の国境に位置し、東側に、親淵という条件から交通の用地として戦闘が行われてきた。平安時代末期の樹永2年、木曽義仲が越中国に侵攻を試みた。その際、この城の城主であった宮崎太郎と共に、持ち人王の第一王子をこの城に迎え入れ、御所を作り侵攻の足がかりとしたと言われてきたが、 学問的根拠はなく、当時から城であったという確証はない。しかし、上級3年の上級の乱の時点ではすでに、城であったことは確実で、5月30日午後4時頃北条は佐渡を対象軍とする、幕府軍に攻め落とされたことが、北条義時の上級3年6月6日付、ご教書で確認できる。以後も越中国、越後国の国境に位置する。 地理的な特性から、たびたび戦場となり、戦国時代、椎名安種が、上杉市から背き武田市に着いた際、戦闘の最前線となり、上杉軍が攻略した。その後、小田市の侵攻で、笹成政の富山城の市場となる。成政は、家臣の庭県平を入れて守らせていたが、天正12年10月、 上杉影勝の攻撃を受け、上兵300人が27人にまで打ち減らされる、激戦の後、老城6日目に開城した。笹成政には、富山の役での降伏後、越中国の内新川軍のみが安堵されたが、宮崎城には、上杉影勝の上昇が、成政に備えるため引き続き置かれた。成政は、天正十五年に、日後遺法されたが一揆が発生し没落した。 文禄四年には、前田利長に残る新川軍が加造され、上杉家の越中州から、軍内の諸城を受け取る。これにより、長尾義陰以来の上杉氏による越中支配が終わった。関ヶ原の戦いの後、前田氏により、境石書が設けられ、宮崎城は、廃城となったと言われている。城石は、城山公園として整備されており、空堀、土塁。 掘り切りなどが一部残る。軍区町村編成法により、分割、下に川郡となる。門川日本地名大辞典16と山県、宮崎城石朝日町公式 HP ハット、と山城角カードが完成しました。都並市公式 HP ハット、と山城角カード一覧都並市公式 HP ハット。 第2本資料第4編第16冊65から67ページ、上杉家府、第2本資料、上杉市年譜など前田家に画造と城受け取りを、記した記録。上杉家への新川の大大地は東神原。富山市郷土博物館編、秀吉越中出陣現地案内及び、富山県中世上官遺跡総合調査報告書、による。ありがとうございます。